ということで、好評の町中華シリーズ、今日は飯田橋にある、餃子の店おけいさんに来ております。そして今日もスペシャルゲストを呼んでおります、小牧幸子さんですよろしくお願いします。しします楽しみにしてきました。いや、まあ、本当に、まあ、すごい取り合わせなんで、でこの2人が餃子を食べると、大好き、私餃子。あ、本当ですか。大好き、大好き。でも寒いんですよ。そう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 、雪が降りそう。オッケーオッケー、okay. どうもね、なんかね、すごい回になりそうですビールを2つ、はい、トマトサワーってあるところにあるんですよね。あ、トマトサワーって何。私トマトジュースで割るんですけど、大体ね、サワーとかね、そういう飲まない、飲まない、飲まない、ね、いつも何飲まれるんですか、ビールで。いや、何でも飲みます。ただ要するにこうやってこう何かをこう、あの、サワーにするとかなんとかってじゃなくて、木で飲むのが好き。木で飲むんですか。そんなじゃないんですけど。これで奥田さん、服がなんかいつもと全然違う。俺は今さりげなく流そうと思ってる。いや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 、これはもう小林幸子さんの、あの、チャンネルで2人で自由をコーディネートしたという。そうです、私のコーディネートです。いや、俺のコーディネート。あ、そうそう、これね、靴から、まあ、そのパンプシャーとか、まあ、ピンク、ピンク、ピンク、かわいい、かわいい。もう、うちさっきうちのマネージャーが、かわいいって言ってましたよ。本当に大体かわいいって言われるのに弱いです。なんか慣れてないから、あの、自分の居場所を見失ってしまう。そこがかわいいんですよ、すごく。なんか、あの、何やってんだお前と、もっとこうだろうとか言われるのに慣れてるので、うんうんうん、褒められても居場所がなくなる。だから褒められない方が燃えるんですよね。わかるわ。どうも、ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しいです。どうも。焼きそばにと、チャーハンにと、やっぱ自由帰りはうまいですね。うまいね。自由帰りが。自由帰りが。この間、美川憲一さんと一緒に自由でやりましょう。自由って何ですかって聞いたくらい。でもそこでやった時、本当になんか化学反応かなんか起こしちゃったような感じの。あ、自分それ見させていただきます。すごい2人がいるなと思って本当にお客さんが必ずパーって見て二度見するんですよでも今日でもそんな感じでしたよ、どっちかというと。いや、まあ、今日はみんな俺の場合は離れていきました。褒められるの嫌いだから褒めたくないけど、でもものすごく繊細で何でも分かってて、とっても優しい人だって分かりました。いやいやいや、もう言わないけどだから全然本当にそう思った。もう絶対そう思うもん。私だって人生結構いろんな先輩ですからね。先輩だけど大先輩でもないですよ。大だけと。でも何年生まれですか。37年。え、今年還暦になった。37年。はい。あら、いやだ、ほんと私の方がずっと上だねやっぱり大先輩参ったな、揚げの酢の物、キャーです。これが一番、やっぱ中華料理に来るとこういうのが一番ですよね。餃子1年前に来る。うわ、きれいな色。これが有名な、これが、おけいの餃子。おけいの餃子、おけいさんってのがいらっしゃるんですか。おけいさんいるんですか。おけいさんって、おかみさんがいるから。おけいさん、これは創業者の息子さんの名前が圭一という名前だったんですよ。はい、その創業者のお母さんが子供を溺愛して、圭ちゃん、圭ちゃんって絶対に王がついたら、圭ちゃん、圭ちゃん、それが名前の由来らしいんです。あ、なるほど。男性なんですか。もう創業何年ですか。ね、昭和29年が創業です。今年上だ俺より。60年ぐらいになります。60年私が生まれた次の年から経営してるわけです。すごいな。本当に。ね、何代目ですか。創業者の息子さんはもう、あの、体調が悪くんで、で私どもが、あの、もともと建築屋だったんですけども、で私どもで店を建築家の平成17年から。小林さんも絶対食べないと。生まれが昭和じゃないですか。はい、そうです。だってもう昭和、平成、令和、はい、3世代です。もう本当この3時代をね、歌わせてもらっているってことは、もう次の時代も歌ってなきゃダメじゃないですか。うん、私もそう思うどうかなと思って、月には行ってみたいとは思うんだけど、行けるかな。いや、行きたいです。いや、本当それまで長生きして本当に月に行ってみたいと思いますね。
まだ自分も還暦なんでまだアクションバリバリやってるんですけど、はい、同い年のトム・クルーズがライバルなんですよ。あ、そっか。あの顔は置いといて。いや、何も言ってないですよ、そんな。やってることが、ただ俺もキャストに全員戦闘機に乗ってもらおうかなって言いたいけど、そんな予算がないからせいぜい俺が言ってるならスタートないよ、全員殴れガチでやるから、うんうん、ってぐらいじゃないですか。でもあのライバルのあの男は次、はい、宇宙で撮影するっつってんですよ。いや、いいね。あ、撮影でもです。あのね、この人すごい何でもやりますっていうふうにね言わせる人だなってことを私はたった短い時間だけど本当に感じましたね。どういうところでそう思われた？あのね、なんだろう、優しさがあの、ね、あのもう言葉もうだんだん言ってるように見えるんだけど、これも一つの あんまり言っちゃいけないかな、あの一つのこの人の持っているあの優しさの中の演出なんですよね。でもきっと多分面白がってると思う、自分自身面白がってるとか人生楽しもうと思ってる。そう思いますよね、分かる分かる。前に、はい、自分監督やってて美香さん出てくれたんですよ、ケンちゃん。はい、もう本当にその時に、うん、申し訳ない、予算が低いのでって言ってそのギャラの問題を去った時、うん、美香さん全部、うん、メイク済みの、うん、衣装を、はい、2丁目のゲイバーのママの役を持ってもらったんですよ。そしたら4回障害があるんですけど紅白で着た衣装を全部着替えてくる、着てくれるわけですよ、持ってきてもらって、うん、障害に1時間かかるんですよ。でスタッフは、あ、まだ、ね、まだかなって言うんですけど、ね、お前な紅白の衣装持ってきてもらって1時間くらいでガタガタ言うんじゃねえ、でもワンシーン撮った気概なので、うん、でもあのケンちゃんってそういう人だし、すごくいい人、そうなの、そうすごい人ですよ。そう、あ、見えてちょっと俺のキャラ近いで遠いんですけど怖そうじゃないですか。怖そうに見えるけども、うん、ご意見番で全然違いますよね。全然違う、私すっごいもう昔からだから私と紅白でライバルとかって言われてるから、ね、仲が悪いとかってみんな言う、全然そんなめっちゃ見てました、あの衣装対決とあのすごいあの一回久米さんこうダーッて紅白で上がって着物ダーッて行ってるじゃないですか。あ、何メートルあるんですか、あの着物。そうですね、もう一番高い縦は8メーターぐらい、横は10何メートル、横はね、間口いっぱいってのありましたね。NHK ホールの間口、もう本当にその衣装とかちゃんと保管、はい、して衣装部屋に、衣装部屋はな入れませんから、あ、倉庫に衣装の倉庫なんですよ、ね、だから人を楽しませるにはね、自分が楽しませなかったら楽しませるとできないと思うんですよ。私は多分そうだと思うんですね。いや、ちょっと照れてんなってやってると、そうそう、見てる方もなんか恥ずかしくなってできちゃうじゃん。本当にそう思う。だから堂々とやって、どーって言うとすげえなーと思ってないですか。楽しんでやらなきゃ、いや、おっしゃった楽しんでやらなきゃっていうのは、私は今69ですけどね、もう今度70になるまで私こうやって生きてくれたことはすごい感謝だなと思います。すごいですよね、元気で。自分なんか50まで生きないだろうと思ってずっと来たので、うん、スタントとかいろいろ使わないでやってきてるじゃないですか。食べましょうかね。食べましょう、はい、じゃあこの餃子のおけいなので。そうです、餃子から食べないとね、失礼です、はい、いただきます。おけいちゃん、いただきます。食レポが下手なので、いやいやいや、全然こってりしてない、あっさり、全然あっさりって。でもちゃんと歯ごたえ残ってますからね、歯ごたえがやっぱすごく。レバーどうですか。うまい。なんか食べなくて見た感じプリプリっぽいですね、うん、もうやってうん、ね、私も本当にレバー大好き。失礼します。お、ありがとう。私も中華ってすごく大好きで、大好きなんだけど、大好きなのと大嫌いのが2つあってって、うん、で大好きなのはもちろん美味しい、でも大嫌いってのが2つあってね。私あのデビューをして、あの10歳でデビューしてから思い出酒って歌にメジャーやめて15年、はい、本当に売れなかったんですよね。その時にもう、うんとやめようか、うんとかって思ったことがあった。ちょっとあった。その間に生活しなくちゃいけないし、親も全部、で、なんとかしなくちゃいけない。
15歳の時に仕事もらったのはあのキャバレーって今はいはいはい、はい、昔はグルダキャバレーみたいな。そうなの。だから嬉しいの。なぜ嬉しいかって言ったらキャバレーって今若い子に言ってもキャバクラですかってぐらいで分かんない。そういうところにずっとこういろんなところで行って15歳の時にね仕事もらってキャバレーで2回8時と10時歌ったらお金を取っ払いでもらえますっていうもらって、その時にキャバレー行くじゃないですか。キャバレーって必ずキャバレーの横とか前とかのお店が絶対こういった、まあ、中華あ多いたくさんあったの。多いですね。出前が多いし出前多いし美味しいところもたくさんあったんです。だから私に一番ホッとするところが町中華、はい、ホッとする、はい、だけど本当に売れてなかったから苦しい時をちょっと思い出してしまう。思い出すの。で、表はねキャバレーっていうのはこう結構広いところ の表があってネオンサインがバーンってあって華やかだけど、でも楽屋口に入るときはこんな狭いんね。でこう荷物持って譜面持って衣装持って雨が降ってる日は傘させないなんて言いながらこんなになって楽屋口に入っていってでいろんなそういうことをね思い出しちゃうんで、いや今日ここは全然違いますけど、でも今やちょっとそういう時期って懐かしくないですか。ものすごい懐かしいし、あのその思い出があるだけ貴重ですごいなと思うんですよ。これはもうよくまだそのグランドキャバレーが残った時に撮影で行くんですよ。バンドがいて、で俺らこうダブルのスーツ着てヤクザの役でちょっとボルサインのかぶってて飲み屋の兄ちゃんとかであのバンドがいてレフトアローンとかをこう弾くわけですよ。その時みんながチーク踊ってる時に俺が女を誘って踊ってくるとヒットマンが飛んでくるとかそういう時に楽屋とか行くんですよ。ほんと狭くてロッカーとかちっちゃいの。そうですよね、ちっちゃいの。本当にもう狭いところなんだけど、でもなんか俺は見た時あいいな昭和っぽくてっていいでしょ。じゃあもううまい、うんうんじゃなくてうまい本当じゃあ美味しいですよ。なんでも美味しい昭和なんで本当に。あほっとしますよね。ああ美味しい。一回ね大宮の先のキャバレーに出たんですね、はい、でまあ売れてなくてもショータイムに小林幸子ショーって言ったら一応バンドがバーンってあって拍手が来ますよね。バーンって入ってったら拍手がないの。あれ今日はお客さん誰もいないのかなって思ったらパッて見たらいっぱいいるの。ほんであれと思ってまあ一曲歌ってで歌ったら男の人がバーって来て、うん、あれ再会歌ってくんないから。でも別に譜面ないけどじゃあメモリーでじゃあピアノさんでやってて、はい、歌って会えなくなって それを歌ったんですよ。で歌ったらねシク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 泣くなんか泣いてるチームさんみんなどうしたんだろうと思ったら分かりました。ほとんど真っ黒の洋服着てる人光がいて真ん中にいた方 あのお勤め帰りでお疲れ様でしたっていう。なるほど。それだったんですよ。そういうこともありましたね。なんか今なんかコンプライアンスは何らかだとか言いますけど、うん、昔は映画もそうだし、歌手の人たちも興行というところではそうです絶対切れなく可能性がある。それ で日本の芸能界は成り立ってきたということもあるんですよ、ね、そういった土壌があって初めて日本の芸能界の中きちんとあの、ね、組み立ててくれたのもそれはそれが一つとしてですよ。あのあるんですよ、本当にあるんですよ。だから何をどこいいんじゃないけどやっぱ必要なことだったんだと思います。その時が絶対そうだと思います、うん、そう思います。だからこの世の話聞いてるともう俺の大好きな先輩たち男の人ってこう、うん、どんどんなくなっていっちゃうんだよ。松川さんもそうです。俺松川さんの最後の弟子みたいな感じなのね。本当に松川さんと一緒もう本当によく飲みました。すごいいい人ですよね、よね。もう本当にどうしたのってぐらいいい人ですよね松川さんが、うん、お前が死んだら俺の業界最後お前が最後の破滅型で、破滅型っていうとなんか人生破滅したみたいな感じじゃなく、うん、そういう破天荒な、うん、わかります、うん、あの俺は
最終形は勝さんのハワイの大麻の事件の記者会見だって。素敵ですよね。素敵だったですよね。あれこそ俺らの職業であるねえ。で誰かがパンツの中にコカイン入れて、誰があなたの天下の勝ちのパンツにコカイン入れるんですか。だろ、俺も会ってみてだから、あれでもうマスコミがシャレで勝さんのファンだ。かっこよくね、年齢関係なくね、そうです、シャダチで、なんかそういう人間でいたいですよね。痛い、そういう人間だなれるから、なろうと思って先輩たちの意思を継いでるので、一番最初にね、あの映画に出たのが、はい、座頭市だったんですよ。あ、そうなんですか。で勝新太郎さんの、はい、座頭市で本当に子役だったんですね。子役で出て、生まれて初めてあの京都っていうとこ行って、撮影所って行って、それであの三木のり平さんの子供の役だったんですけど、あの当時ってもう昔じゃないですか。そうね、まだ撮影ものんびり、ものすっごい予算があります。予算があるし、のんびりしたんですね。まだロケやってる時にお天気待ちになって、約1時間ぐらいお天気待ちだって言われたっておっしゃって、でそしたら勝さんがお天気待ちで、おい、私はちっちゃかったから、ちっちゃかったらここに抱っこしたんですよ、あの人私を。でこうやって、チビお前歌手だってな、はい、そっか、今みんな暇だから、照明さんも何もみんな暇だから、歌うか、歌ってごらんって言ったんですよ。って、はいって、今歌ってる人はこういう歌って歌ったんですよ、私。そうしたら、なんかあの照明さんからビスのみんなタクシーもらって、でもう一曲歌うか、もう一曲歌うって、ちっちゃい11歳で歌ったんですよ。そしたらね、あのよし、分かった、よーし、いや、チビ、お前にご褒美あげようって言うんですよ。ご褒美、チビはあれか、京都に初めて来た、はい、初めて来た、舞妓さん見たことあるかって言うんですよ、もう大体分かって、まあ、そうか、じゃあ今日見せてやるって言って祇園に行ったんですよ。もう私なんか初めて祇園、11歳で祇園デビューしちゃいました。本当、その話で、本当にあの時代はそんな感じで、で俺に寄せるとあったかいと思うんですよ、うんうんうん、今そんな子に一個抜けて、うん、歌えとかだパワハラとかみんな言いやがるでしょ。そうね。でも当時その小林さんの歌を聴いたスタッフたちが、うん、この子やばくねって、いわゆるファンが増えたり、はい、何かで使いたいとかっていう、なんかそういう先輩の優しさだったり、でその後のご褒美が祇園って大胆でいいじゃない。大胆素敵ですよ、本当に。だから子供の時からいろんな人に、まあ、巡り合って教えてもらったことが今につながったんだ、本当に思います。売れなかったけど、なんかそういう人たちに教えてもらったことが今ね、あの無駄じゃなかったなって本当に思う。そういう、だから先輩たち、男の先輩はもうほぼいなくなっちゃったんで、マドラーないからって、手でやって、そういうビジネスビジネス、そういうとこ好き。ひばりさんにどれくらい言われたか、おさち盗みなさいって言われた、本当に俺も松川さんとか呼ばれたらはいしか言えないんや。そう、何酔っ払って眠たい、違うんじゃないっていう人ですもんね、あの方ね。でも待ってて目つぶってたら、なんか気配するわけですよ、うん、目合うたら、若山さんここにいましたから